したきっかけは高校への学校訪問みたいな紹介でこの大学の PR 担当の先生が来てくださって、もともとは地元の大学に行こうと思ってたんですけど東大阪大学を選びました。入学したきっかけはもともと政界に触りたかったので、そういうところ探してたんですけど、政界政治試験の資格が取れるのでこの大学を選びました。オープンキャンパス何度か行ってたんで、授業の進み方は知ってたんで、そんなにあんまり変わったことっていうのはないんですけど、成果毎週1回は作れるので楽しく作ってました。入学する前から子供に関して何か携わりたいなと思ってたんで、高校の時からそういう学校には行ってたんですけど、やっぱり大学入ってから専門的な知識とか技術とか、例えば制作だったりとかも授業でさせていただけるので、実際の現場に赴いた時にかなり力になったとは思います。子どもと器楽っていう授業があって、音楽の先生が何名かいてくれて、生徒を何グループかに分けて指導してくださるんですけど、先生も一人一人の時間を作りやすいんで個別対応していただける。個人差はあるんですけど、着実にピアノは上手くなっていくっていう授業ですかね。水盤実習で取り組んだパン細工です。薄かったりとか分厚すぎたら焼けにくかったりとか、焼けすぎてしまって均等にならないので、それが少し苦戦したところです。魅力としては一学年の生徒が少ないから、その先生との1対1の時間が作ってもらいやすいとか、コミュニケーション取りやすいので先生に相談しやすいかな。周りの大学に比べたら学年自体人数が少ないと思うんで、何か困ったことがあればすぐ助けてくださるんで、この大学の魅力だと思います。実習が班で動くので、協力し合いながら作らないといけないので、わからないことがあったら聞いたり教えたり、お互いに協力しながらやってたので、それは就職先でも活かせることなのかなと思います。実習を重ねるごとに一つ一つのスキルが身についていくというか、1回目行ったとこよりも2回目、2回目行ったところよりも3回目っていう、子どもたちに合わせてどういうふうに喋ったらいいかな、どういうふうに見せたらいいかなっていうので、スキルが一つ一つ身についていったかなと思います。将来の夢としては公務員の試験を受けて公務員になった時には児童福祉課に勤めて間接的に子供を援助できたらいいなと思ってます。今就職先決まってるところで、いつかそのお店のケーキを作れるようにまずは見て、その技というか技術を覚えたりして、いつか携われるようになったらお店のケーキ作れるようになりたいなと思って。